はい、皆さんこんにちは。この動画でやっていく内容です。はい、それではやっていきましょう。今回は低周波発信回路の再設計の動画です。この動画はですね、さあ始めよう LT スパイス、回路図の書き方から始める制限波発信回路という動画の続きになっています。前回の動画ではですね、この回路 JRC のオペアンプ応用集から引用してきましてシミュレーションしましたが、ドキュメントに 1Hz というように書かれているにもかかわらず 0.5Hz でしか発信しないという状況でしたね。そしてこの回路を調べるにあたって、この回路をここで切り離してこのように一直線上にして、この回路の周波数特性を調べるということをやったわけです。その結果、特定の周波数、この場合 0.5Hz ですけども、その周波数でこちらのインからこちらの出力まで、つまりループするところまでが AC 解析で信号位相が合計でマイナス360度を回るような回路になっていたということですね。それゆえ 0.5Hz で発信してたということが分かったわけです。ではこの回路、この3つの項目について訂正をする意味で、この回路の上数再設計をしてみたいと思います。まずドキュメントにはですね、 1Hz というふうに書かれていましたので、周波数を 1Hz にしたいというふうに思います。そしてですね、こちらのサインの信号とこちらのコサインの信号、振幅に大きく差がありましたよね。ですからできるだけこの2つの信号の振幅レベルは合わせたいということですね。そして3番目、このコサインの信号が電源電圧まで振幅がいって、両端がクリップされて歪んでいましたよね。制限波発信回路なわけですから、できるだけ歪みの少ない発信回路にしたいわけですよね。この3点を目指して再設計を進めていきたいと思います。まず回路をよく見てみますと、このようにサインの信号の部分とコサインの信号の部分に分かれるわけですね。そしてこのサインの信号部分、どっかで見たことがあるような回路だなって思うわけです。そうですよね、これ CR で作るアナログアクティブフィルターという形ですね。しかもこの形はローパスフィルターです。ですから先の動画で AC 解析した時にローパスフィルターの特性を示していましたね。そしてこちらはどうでしょう。これもですね、フィルター等ではよく出てくる積分回路ですよね。フィードバックに当たるところにコンデンサーを置いて、こちらの入力から流れる電流、この電流をですね、このコンデンサーの両端に貯めて積分をする回路ですね。積分をする回路にサイン波形を入れますと、位相が90度変わって出力に出てくるということは皆さんもご存知だと思います。ただしですね、この回路マイナス側に入っていますので、90度プラス180度で全部で270度遅れて出てくるようなイメージになるわけですね。なぜ位相が90度回るかということはですね、このコンデンサーのリアクタンスがかかっているわけですね。まず攻略はこのサインですね。このローパスフィルター、このローパスフィルターの設計法を調べましょう。調べますとね、とってもいいウェブ記事を見つけたんですよ。こちらがそうなんですね。FB ニュースなんて書かれてますけども、懐かしいですよね。アマチュア無線の頃はよく FB って言ってましたよね。意味も分からず素晴らしいことだっていうふうに言ってましたけども、調べますとね、ファインビジネスっていう意味らしいですね。さてこれの第13回アクティブフィルター、このジャンク堂さん、素晴らしい情報を掲載されています。
記事の内容もそうなんですが、こちらにですね、計算シートを配布されているんですね。まあ、早速こちらをダウンロードしまして開いてみました。まあ、このようにですね、一番最初に出てきているこの回路ですよね。こちらにこの回路の成り立ちの式がちゃんと書かれていまして、とても参考になりますよね。まあ、それのみならずですね、まあ、こちらに計算をするためのマクロが書かれているんですね。まあ、それでは早速利用させていただきましょう。まず周波数は 1Hz ですよね。まあ、ここに 1Hz と入れたいんですが、単位が kHz なので、まあ、0.001 ということになりますよね。まあ、残念なことにこんな周波数で使われると思っていなかったんでしょうね。ここを0で表示されてしまいましたけど、まあ、値はですね、ちゃんと 0.001 というように入っていますよね。まあ、次にですね、ゲインは1にしたいので、この Q のファクターは1にしたいと思います。そしてですね、次にこの抵抗なんですけども、まあ、こちらはですね、まあ、オリジナルの回路が22メガオームというとても大きな値だったので、まあ、少し作りにくいかな、手持ちの抵抗がないかなと思いましたので、100キロ台になるような値を入れて模索したわけですね。まあ、例えば820キロというふうに入れたとします。まあ、そうしますとですね、このように2つのコンデンサーの値が計算されるわけです。まあ、しかしコンデンサー、こんな波数のコンデンサーはないですよね。できるだけ市販されているコンデンサー、しかもですね、誤差の少ないフィルムコンデンサーの値とすれば、まあ、1マイクロファラッド以下ということで、 0.1 とか 0.22 とか仮数部のところがですね、よく売られている数値になるような、そういう抵抗値をこの近辺で探すわけですね。まあ、ちょっと下のところに行って750キロにしますと、 0.42 ファラッドと 0.11 ファラッド、なんかもう少しでうまいこといきそうな感じしますよね。まあ、そこでこちらの Q をですね、ほんの少し増やしてみたいと思います。まあ、そうしますとね、この 0.47、 0.1 という聞き覚えのある数値になってきましたね。まあ、ここでなぜ Q をいじったかと言いますと、こちらの式を見ていただくと分かりますよね。この Q はですね、 C1 と C2 のバランスで決められているわけですね。もちろん R のバランスでも決まっているんですけども、この回路では R1 と R2 が同じ値ということが前提になっていますので、この Q は C のバランスで決まるということですよね。抵抗値750キロもちょうどいいところですよね。この値を使いたいというように思います。さて、計算した値をですね、ここに書き入れてみました。まあ、次にこちらの積分器、こちらの積分器のここの抵抗も10メグオームと大きかったですよね。まあ、これも何とかしたいというふうに思うわけです。まあ、この場合ですね、コンデンサーがある程度制約を受けますので、このコンデンサー、まあ、調達の意味も込めてですね、こちらの C1 と同じような値にしたとします。そうするとここの抵抗はどうやって求めるのかというと、この回路の 1Hz におけるゲインが1となるような抵抗、まあ、それはですね、こちらのリアクタンスとこちらの抵抗値が同じ値ということですね。そうすると反転の1倍の増幅器になるわけですよね。まあ、このリアクタンス XC、 ちょっと耳だこのところがありますけれども、 2πfc 分の1で計算されるわけですよね。それぞれ値を代入しますと 338.6kΩ という答えが出てきます。まあ、ですからここは330kΩというようにしたいと思います。まあ、さて、この状態でですね、 AC 解析をして位相の回り方を見てみたいと思います。まあ、もちろん着目する周波数は 1Hz ですよね。まあ、結果はこのようになります。前回着目したこちらの出力のところのこの位相、カーソルを変えまして、まあ、この位置0度になっている、つまりマイナス360度になっているこの位置の周波数が問題でしたね。
ちゃんと 1Hz になっているわけです。まあ、こちらの前段のところの Q1.1 というふうにしましたけども、その Q はですね、このカットオフ周波数90度位相が回ったところのこの盛り上がり量を示しているわけです。まあ、ですから 1Hz におけるこの回路のゲインとも言えるわけですね。この 1Hz のゲイン、1倍近辺にいるわけですから0デシベル近辺なんですね。まあ、いつもですとですね、こちらをですねリニアにして見たりするんですけども、今回はですね新しく覚えたこのミーズコマンドのフォーマットを変える、オプションの記述を追加して、このようにですね AC のゲインということでサインのゲイン、こちらのこの位置ですね、そしてコサインのゲイン、こちらのこの位置ですよね、そしてトータルのゲインということで、ログに出力してみたわけなんですね。ログを見ますとこのようにサインのゲインは 1.05 というように出ていますね。ここで関数マグネチュードというふうにくぐっていますので、こちらの虚数の方は必ず0になっているわけですね。そしてコサイン、こちらも 1.026 ですね。そしてトータルも 1.083 というようなことがここで分かったわけです。それはどういうことかというと、こちらのインから入ってきた信号はほんのごくわずか増幅はされますけども、そのままサインに出てきます。もちろんローパスフィルターとして機能が働いた後ですね。でそしてそのサインの信号はこちらのコサインに変える積分器に入りますけども、ここもほんのごくわずかでほぼ等倍の信号がこのコサインに出てくるということですね。それでは本当にそのようになるのか、トランジェント解析で確認したいと思います。プロットの設定がすでにされていますので、まずこのグラフを消しまして、そして再度シミュレーションします。結果はこのようになりまして、このインの信号、こちらの入力ですね、 1V ピーク2ピークの信号が入りまして、サインにもおおよそ 1V ピーク2ピークの信号が出ていますね。でこちらのコサインはですね、この積分器の関係で少し DC オフセットがずれていますが、どうやら 1V ピーク2ピークのようなレベルに見えますよね。こちらのコサインのですね DC オフセットを調べるために、コントロールを押した状態でこの信号をクリックします。そうするとですね、ここにアベレージが出てきますので、このアベレージをですね、この信号に逆方向で加えてあげるわけですね。そうすると0中心の信号になったかと思います。これら3つをですね全部重ねてみたいと思います。どうでしょう、こんな感じになるわけです。少し拡大しましょうか。こちらのインの信号とこちらのコサインの信号ですね、インとコサイン、ループになってつながるところは全く同位相になっていますよね。そしてサインの信号は90度ほどずれているようにちゃんと見えますね。信号の振幅もですね、AC 解析でした通り、入力がここに対してサインがちょっとだけ増えて、さらにコサインがちょっとだけ増えているというのがよく見えていますよね。それでは先ほどの回路のこのコサインをサインに戻して発信できるような状況にしてみたいと思います。前回の動画でもご説明しましたようにですね、このループ一番最初がとても安定なためにですね、どこかに刺激を与えなければいけないので、ここにですねほんの少し刺激を与えたいと思います。結果はこのような形で、電源電圧フルスイングでサインとコサインが振幅するというような結果になりましたね。それは当然なんですね。この一巡特性のゲインが1を超えているわけですね。発信の一つの条件としては一巡特性のゲインは1になってなければいけないわけです。それを超えているので、このようにフルスケールで発信してクリップされて止まっているわけですね。でもこの状態でですね、先にやったように周波数、こちらでミーズコマンドで見てみます。答えはですね 0.992 と、
まあ、ほぼ 1Hz になったので、まあ、この乗数で間違いないなということになるわけです。まあ、そして次の課題はですね、できるだけ歪みのないきれいなサイン波形にしたいということになるわけです。まあ、そのためにはですね、この一巡特性のゲインが1になるような仕組みがここに必要になるわけですね。まあ、その回路がオリジナルの回路で見ました、なんか怪しげなこのチェナーダイオードの組み合わせの回路になるわけです。まあ、この回路はざっくり言いますとですね、こちらのコサインの信号をこのチェナーダイオード向かい合わせの電圧の範囲に無理やり抑え込んでしまうというような、まあそういう回路になるわけですね。結果としてこの一巡特性のゲインが1になるような周波数で安定発信をするということになるわけです。まあ、それではこれシミュレーションしてみましょう。まあ、結果はこのようになるんですね。こうやって大きな刺激を入力に入れますので、最初は大きく信号が出ますけども、そのすぐ後ですね、このように全体系が1になるような振幅に落ち着くわけですね。まあ、コサインとサインをこのように重ね合わせまして、さらにこの部分を拡大したいと思います。まあ、このようにですね、ちゃんとサインとコサインということで出ていますね。このサイン0でコサインの最大が出ていますね。しかも、まあ、振幅ちょっとだけコサインが大きいわけなんですけども、ほぼ同じようなレベルで出ています。で、この振幅はさっきも説明しましたように、この振幅制限回路によって制限されているわけで、このリミットの信号も見てみたいと思います。まあ、リミットの信号を見ますと、0点を中心にですね、プラス2ボルト、マイナス2ボルトでだいたいクリップされていますね。まあ、こちらのダイオード、今これ 3.3 ボルトのチェナーダイオードを向かい合わせにしているわけですね。まあ、ここに流している電流がごく微小なためにですね、チェナーダイオード電圧割と低めに動作しているというのがわかると思います。この R5 の電流を見てみましょう。こんな風にですね、10マイクロアンペアぐらいしか流れていないわけなんですね。まあ、こうやって回路の乗数再設計ができたわけです。まあ、電源電圧もですね、ここで振幅制限がかかりますので、もう 12V もいらないわけですね。まあ、ですから今 5V でやっているわけです。まあ、これで完成と思いきや、一つ大きな問題があるんです。まあ、それはですね、このままでは発信回路が安定するまで時間がかかるということです。今このシミュレーションではここに強制的に刺激を与えているわけですね。この刺激をなくしたとします。まあ、そうするとシミュレーションでは発信しなくなったりするんですが、新しい刺激としてこの電圧をアンバランスにするということと、こちらのトランジェント解析、こちらのオプションでですね、0ボルトスタートにするわけですね。そうしてもう一度シミュレーションしてみます。まあ、そうするとこのようにですね、パワーオンしてから発信が安定するまでの振幅がどんどん増えていっている状況が見えると思います。まあ、20秒シミュレーションしてまだ10ミリボルトですね。60秒シミュレーションしたいと思います。まあ、60秒シミュレーションしてやっと振幅が最大に落ち着いてきているのがわかります。まあ、この問題を解決すると同時にですね、 5V とはいえプラスマイナスの電源必要なわけですよね。これを単電源化してみたいと思います。これがその回路図です。まあ、単電源化するので、こちらのオプアンプの基準電圧のグランド、これはですね、 VCC のちょうど中点というふうにするわけですね。まあ、こちらのグランドはですね、ここがコンデンサーなので動かない設置点のグランドで、そのままでいいわけですね。オピアンプのマイナスも全部グランドです。そして電源は 5V です。そしてポイントはですね、ここですよね。振幅制限回路のところなんですけども、今までチェナーダイオードを使っていました。まあ、ですけども今度はですね、普通のダイオードの、しかもこのフォワード方向の VF 0.6V を利用したいと思います。
この 0.6V、ある基準の電圧より 0.6V 高くなるとクリップが始まるわけですよね。その電圧というのをここの抵抗比率で決めてあげるわけです。ちょっと10キロ、24キロとこちらもそうですけども、無駄な電流を流すことになるんですが、こちらのクリップの電圧より 0.6 高いところをリミットとしますよというふうにするわけです。そしてですね、こちらの抵抗、こちらに50キロ外に出したというように考えて、700キロというところなんですけども、それだとまだちょっと周波数が低いので、620キロあたりにしてみたいと思います。シミュレーションしますとこのようにですね、この振幅制限回路と単電源ということが相まって出力が一変大きく出ます。そしてすぐ定常状態に入るというような刺激を加えた時と同じような発信の仕方をするわけですね。そしてこのリミットの信号のところ、クリップの電圧がこの黄色のところですから、ここから 0.6 のところで頭が少し削られているわけですね。チェナーダイオードの双方向ではこの下側も削られていましたけども、ゲインがですね、ほぼ1に近いので、上側をちょこっと削るだけでですね、このように十分に働きます。で、最大のポイントはですね、この出力波形の歪みですね、どれぐらい制限波発信になっているかということですよね。そのためにはですね、振幅が落ち着いているこの6秒近辺から後ろ、この信号をですね、FFT で見てみたいと思います。こちらの FFT ですよね。この2つの信号を選びまして、こちらの今見ている範囲というのを選択します。そしてですね、ちょっと寄せまして、周波数がですね、きっちり 1Hz でないので、この点とこの点、不連続になっていますね。ですから、この窓関数も選びたいと思います。こちらのブラックマン窓を選びます。そして OK として信号を選んで、この2つをこのように2分割で表示します。必要なところはですね、 10Hz より下ですので、このように拡大してみまして、これが発信の基本振幅ですね。そしてここから以降が歪みになるわけなんですけども、一番大きな歪みはここになりますよね。この基本振幅から歪みのレベルまで42デシベル落差があるということですね。これカーソル順番が違いますので、マイナスがこうつきますので、マイナス42デシベルの歪みということになるわけですね。サインの方は36デシベル。おおよそ40デシベルぐらいの歪みレベルが取れているということですね。40というのは100分の1ということです。それではこの回路をブレッドボードで製作したのがこちらの写真です。そして発信の波形計測したものはこちらになります。シミュレーションと同じようにですね、最初大きく振幅が始まって定常値に落ち着く形になっています。そしてですね、その歪みを計測したのはこちらになるんですけども、第二高調波の歪みレベルとしてサインがマイナス38デシベル、そしてコサインがマイナス43デシベルと、ほぼシミュレーションと同じような値がうかがえますよね。いかがでしたでしょうか。 JRC のオプアンプ応用例集から低周波制限波発生回路を例題に挙げてみました。こちらの回路がですね、 1Hz で発信していなかったり、どうもサインとコサインのバランスがあまり良くないなということを、回路の動きを確認しながら訂正していったということでした。こちらの回路をですね、ブレッドボードで作るとき、このオピアンプを選ぶときにはですね、少し高価なオピアンプを使ってみてください。そうでないとですね、このオピアンプのオフセットが大きい場合ですね、こちらのコサインの積分器、残留の電圧が多く残りまして、こちらの信号の中心点がですね、ちょっとずれる傾向にありますね。私はですね、このオピアンプ、ミューズ8920を使ってみました。皆さんもですね、
ぜひいろいろ作ってみて楽しんでみてはいかがでしょうか。